誰とデートするつもりやろか。そうです、新しいシチュエーションが生まれたようだ。新しいシチュエーションが解放されたようです。新しいシチュエーションが解放されたみたい。気にしてないよ、全然。やっとお昼休みになりましたね。今日はお昼ご飯をご一緒したく、腕によりをかけてお弁当を用意してきました。ぜひお食べになってください。人目もはばからず堂々と。そしてお弁当の次に食べるのは、わたくし、さあ一緒にランチをいたしましょう。そんなあっさり快諾いただけるとは。これが愛の力、嬉しいですわ。準備はすでに万端です。どうぞ召し上がれ。みんなの前では恥ずかしい？愛に障害はつきものですわ。それに愛し合う二人は片時も離れないものです。そういうわけですから、私のお弁当どうかじっくりとご賞味くださいませ。ちなみに今日のメニューは、愛のだし巻き卵に愛の二度揚げジューシー唐揚げですわ。さあ、あんしてください。どうしましょう。乗ってくるなんて予想外で、恥ずかしくて幸せたい。どうです、卵焼き美味しいですか？次は愛を込めて二度揚げしたジューシー唐揚げをご堪能ください。では改めて、はい、いかがです？できるだけあなたのお好みに合わせたつもりですが、美味しいでしょうか？まあよかった、あなたの笑顔を見るだけで私は天にも昇る気持ちになれます。早起きしてお弁当を作った甲斐がありましたわ。そうですわ、私ったら肝心のお茶を忘れてました。今入れますね。すみません、少々立ちくらみが。ちょっとはしゃぎすぎちゃいましたね。驚かせてごめんなさい。ではお茶入れますね。ご心配をおかけして申し訳ありません。でも大丈夫ですわ。そんなお弁当を持ってきて、まさかこんな展開が待っているなんて。立ちくらみどころか幸せで気を失いそうですわ。行ってらっしゃい。おはようございます。昨夜はよく眠れましたか？まあ、私とのデートをそんなに楽しみにしてくださったのですか？今日はどちらに参りましょうか？プールって学校のプールですか？確か無料で開放してるのですよね。それにしてもプールだなんて。大胆ですのね。このプール独特の匂い、お好きですか？実は私もです。子供の頃、授業でも泳がせてもらえず見学ということが多かったので、この匂いを嗅ぐと心なしか切ない気持ちにさせられます。でも今日はこの匂いも全然嫌じゃありません。あなたと一緒に泳げるから。では着替えてまいりますわね。覗いても良いのですよ。
冗談です。そういうのはまた今度ね。お待たせいたしました。どうでしょうこの水着。一生懸命見繕っては見たのですけど。本当ですか？具体的にどのあたりが似合ってます？いやー、そんなそこは刺激的すぎるわい。キュー。はあ、もう大丈夫です。あ、いえ、謝ることはありません。ちょっと面食らってしまっただけですから。近くの喫茶店で少し休憩にいたしましょう。あー、ケーキとコーヒーがよく合います。そちらのケーキはいかがですか？私もです。また誘ってくださいね。私、予定は最優先で開けておりますから。というか予定があってもどかしますから。はい。何か事情が終わりなんですよね。できましたよ。今晩のメニューは具なしのお味噌汁とお塩ですよ。申し訳ありません、大したものを作れなくて。今月はもう生活費が底をついてて、お米もないし、お味噌とお塩で月末まで生き延びねばならないのです。あら、どうかされましたか？ほうけたようなお顔をされて、まるで今の状況が理解できないかのような表情をされていますが。はい、その通り。私とあなたのつつましい新居ですわ。高校卒業後、いろいろあって私たちは駆け落ちという手段を選びました。本当にいろんなことがありましたわね。卒業後、小野寺さんがアフリカに自分探しの旅に出たのは記憶に新しいところです。つぐみさんは仏門に入られ、山奥のお寺で仏様を彫る毎日を送っているとか。そしてあの宮本さんがお笑い芸人になるなんて、誰が想像したでしょう。あとはどなたか忘れているような気もしますが、ま、いいでしょう。とにかく私たちは両家から結婚こそ認められたものの、様々な障害を経て、結局家を出て自分たちの力だけで暮らしていく道を選んだのですわ。今の状況、思い出していただけました？まあ、あなたはやっぱり優しいですわね。惚れ直してしまいます。体調は万全までは言えませんが、でも大丈夫です。こうしてあなたのおそばにいられることが私にとって何よりの薬なのですから。大丈夫、お金がないことは
工夫でなんとかなりますよ。電気、ガス、水道は止まる順番さえ把握しておけばなんとか生きていけますし、町のパン屋さんと仲良くなってパンの耳をもらえばそれで一日の食事になります。ありがとうございます。確かに私以前に比べれば少し強くなれたかもしれませんね。くしゅ。それにしても今夜は底冷えしますね。ねえあなた、もう少し近くに寄ってもいいですか？暖かいですわ。私あなたと一緒にこうして寄り添っている時間が大好きなんです。家に暖房器具がある人たちはこうした幸せに気づけないかもしれませんわね。大切な人とこうして肩を寄せ合って温め合う喜びを知ることができた私は本当に幸せ者ですわ。あら、目覚められました？よくお休みになられていましたね。私の膝枕はいかがでしたか？あら、どうかされましたか？ほうけたようなお顔をされて、まるで今の状況が理解できないかのような表情をされていますが。ここは学校ですよ。お昼休み一緒にお弁当を食べていたんです。そのうち私の膝枕で眠ってしまわれて、何か夢を見られていたようですわね。どんな夢だったのですか？え、愛を貫くために私と駆け落ち？まあ、そんな夢を見ていただけるなんて感激ですわ。二人愛の力で共通の困難を乗り越える、なんて素敵な夢なんでしょう。きっとそれはただの夢ではありません。私たちの将来を暗示している正夢ですわ。むしろ正夢にしちゃいませんか？なんなら今からでも。というわけで午後の授業はサボって駆け落ちしましょうね。気にしてないよ、全然。私です。お風邪を召されたと聞いてお見舞いに駆けつけました。容体はどうです？命に別状はありませんか？なんてことでしょう。そんな苦痛と戦っていたなんて。変われるものなら変わって差し上げたい。でもそれは無理な相談。せめて私にできることをいたします。まずは氷枕と濡れタオルの交換をします。シーツも変えた方が良さそうですね。わ、パジャマが汗だくじゃないですか。これでは風もこじれてしまいます。さあ早くお脱ぎになってください。汗を拭いて差し上げますから。体調が悪い時の苦しさは私もよく存じておりますから気にしないでくださいませ。では失礼いたします。まあ男の子の体ってこんなにたくましくできているのですね。わ、二の腕硬い。それに肩幅も広いですね。ジュルリと見とれてばかりはいられませんわ。早く着替えを。はい、着替え完了です。いかがです？少しはすっきりしましたか？あ、もう氷枕がぬるくなってますね。もう一度交換しましょう。その後でお粥を作りますから食べてくださいね。38度。できることはすべてやりましたが全然熱が下がりません。こうなったら最後の手段です。
私が知っている解熱の魔法を試します。その魔法はキスでかかります。願いを念じながらキスするんです。早速試してみます。このまま熱にうなされるあなたを見ているのは辛いのです。それにあなたの風がうつるなら本望ですわ。では行きますよ。お目覚めになられました？何か夢を見ていらっしゃったみたいですね。え、ここはどこかってまだ寝ぼけておいでです。ここは私の部屋です。あなたは風邪をひいた私を看病しているうちに眠ってしまわれたのですわ。疲れておいでのようでしたからそのままにしておきました。どんな夢を見ていらっしゃったのですか？まあ夢の中では今と逆で私の方が看病していたのですね。でも夢でよかったです。現実で風邪をひいたのがあなたじゃなくて、だって多分夢の中の私は苦しいのを代わってあげたいと思ってたはずですから夢の中の私はちゃんと看病できていましたか？そうですか。夢の中とはいえお役に立てたようでよかったですわ。私も早く元気にならなくては。風邪が治ったらまた一緒にお出かけしましょうね。